高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には趙っていう奴らのボスの店がある。趙、このままじゃ全面戦争になるぞ。故郷の店長も趙やったよ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られるのか。おお、そうやな。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ。クソ、透明なあかんのちゃう。さすがに野々宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。あ、それも敵取りたいしな。あのクソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。確かに。どうや刑事の勘は。どうした、足立さん。ん、いや、真淵の言葉が未だに気になっててな。おう、いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかな。そうな。俺らは関係ないって。まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。うん、さっちゃんは大丈夫やで。殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いや、さっちゃん、それは違う。めっちゃ早口。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。お、なんや。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。おう、つまりというと。真淵の狙いは清流会との戦争だ。おう、そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。確かに。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が真淵だとバレたらどうなる。狙われるな。他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。はいはい。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。ああ、そうか、チャミスルからも狙われる。真淵がハンピンリューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。偉人さんの均衡を崩そうとした人間には誰だろうが死の制裁が下されるってことか。よう文章覚えてたな俺今。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。それにつながるのが真淵の言葉だ。思い出してみろ。なんつってたっけ。最初は心配してた。うわ、うっさ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。撒いた種か。だがお前らが現れた。はいはい。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。はい。でさっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。ああ、まあ言うてたよな俺。そうやって、そして今頃気づいた。全体の文脈から察するに真淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだ。お、誰でもよかったってことや。何よそれ。でちょうどヤクザ風の男も来たしな。何言うのは入れ墨入って殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。おう、野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って抗争の口実に使いたかったんだ。野々宮さんすらも利用されたんか。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。うわ、もう鎌滝さんまで被害被ってんもんな、殺されたことで。そんなことのために店長は自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう。クズやな。でもなんで戦争したんやろ。聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。なんで聞いたことある。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。まあ残念やけどそうなるな、まんまとな。冗談じゃねえぞあの野郎。もう坊主にしたろぜあいつ。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。
そうだ。なんだかんだ言って、マブチは切れ者だぜ。ふざけんな！奴の思い通りになんかさせねえ。え？さっき戦争に勝つ秘訣は、最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。お？でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。一番絞りか。喧嘩は先手必勝。おほほ。最後は腹をくくった奴が勝つってよ。なるほど。どうしたさっちゃん。なんで笑うの。おい待てよ一番。おまけにさっちゃんまでどうしちゃったんだよ。やっぱ好きやろさっちゃん一番のこと。そう止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーこのままほっといて、俺らが抗争の火種として濡れ衣をかぶせられたままでいいのかよ。まあ嫌やわな。私はそんなの嫌だ。野宮だって浮かばれないよ。おう、どうでしょう水曜。わかったさすがやわ。本でどうするよ。足立さんはまあ小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。おお、来た来た。よし、そういうこっちゃ。善は急げない。行こうぜ、反転工事に。オッケー。じゃああれか、高部、米安を止めに行くんか。オッケー、構想を止めろ、簡単に言うてくれるね。オッケー、じゃあ反転工事向かいますか。え、登場会の大門拾ってんけど。え、このメールは登場会のダイモンを拾った人に自動配信しているよ。どういう仕組みやね僕はこの世界に散らばってしまった登場会のダイモンを集めているものだよ。登場会は近江連合にはめられて壊滅に追い込まれたんだけど、その争いの際に組員たちのつけていたダイモンの多くが各都市に散らばってしまったみたいなんだ。ダイモンを悪用されたら大変だ。だから君も、ぜひダイモン集めに協力してほしい。ダイモンがある程度集まったら素敵な景品と交換させてもらうから、僕に渡しに来てくれないかな。僕は横浜の浜北公園通りに面したホテルグランド、ブルーマリノの中庭にいるよ。絶対に来てね。ダイモン集めをしているものだと。だがダイモン集めれば景品をくれるらしい。いろいろき、おい、ちょっと読むの早いわ。ほんであれか、小さなメダル的なノリか、ドラクエの。オッケーオッケー、よっしゃ、着いたね。うわ、倒れてるやん。もうここらはハンピン龍馬の島だ。さすがにざわついてるね。怪我人が出てる。高部の頭、派手に勝ち込んでったみてえだな。おい、連中はこの先だ。くそ、急ぐぞ、ガスが。オッケー、行こうぜ。もう、米安暴れ散らかしてんねやろな。え、ほんで？あ、ここか。この上？うわ、すごいとこやな、反転工事エリア。うわ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 映画で出てきそうなとこやな。頭に血が昇っているリューマン。なんだおい、てめえも清流会か。早いとこ片付けしまうぞ。あ、バトルか。オッケーオッケー。まあこんな雑魚敵はね、サクッとやりますわ。はい、お疲れ、サント。弱い弱い。オッケー、レベルアップ。成長できるとはな。またいい女になっちゃった。なかなか強くなってきたね。オッケー、ほな米安探し行くか。アイテムだけ取っとこう。ニンニク中華料理屋の上やからか。ちょ、だけだけだけ。中華ちまき、食べ物ばっか落ちとるやんけ。何ここ。オッケー、こっちか。ほなどんどん行って。あ、なんかいっぱい落ちてんな。お、なんや、セルカイか。てめえは邪魔する気ならお前らもぶっ殺す。おいおい、全員血のぼってんな。あ、横浜清流会組、はい、お前たちもこれで終わりと。いやー、雑魚いね。はい、2000円ゲット。よーし、はい、恒例のアイテム。きめ細やかな顔は。なあこれ、手作り肉まん。オッケー、だいぶ先まで来た。お、よー、ちょっと待った。米安やっとった。眉毛太、真ん中。なんや。
ベイアンがおったんか今。カスガ。おい。何しに来やがった。お前ちょっとガクトに似てんな。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。うん。マブチなんだよ。説明しようぜ一番。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。そう言ったれさっちゃん。俺らはそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピンリューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。おう。で、清流会の手先として捕まったんだろ。ああ、例のビデオな。マブチから送られてきたんだ。誰が撮ってて。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って構想の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。そういうことや。俺らが清流会の人間じゃないってことをあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと。真淵たちは被害者だと主張できるんだからな。そうや、そういうことや。理解したか、ベイヤン。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。せや、はめられんぞ。ここにいる全員がマブチに踊らされてんだ。だろうな。え、わかってる。わかってんの。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。なんでそんな怒ってんの。だからそうじゃねえだろう。あ、若衆やられたか。せんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何、鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。テスト講師出てきた。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか。いや、ちゃうな。そうじゃなかった、ま、グロいな。確かに全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。まあそれ言われたら何も言われへんわ。てめえの後ろにあるのは、ほんですごい場所や。ハンピンリューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そして、あ、リューマンのボスに、あの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったら茶化はいらねえだろ。理屈ではそうだ。おい、マジでガクトにしか見えへんわ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ああ、あん時優しいしてくれたのに。弾く筋ってのは何ですか。ベイアンなら絶対そんなことせえへんよ。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の下って意味が変わっちまいますよ。抑えろ、高部。ただ俺が口でどう言おうがあんた引かねえ。そういう人だ。ガクトみたいに筋トレしとけ。あ、え、あんたもヤクザ脱ぎできるんや。さすがやな。俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても端食ってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が。悪口かわいいな。俺たちを力ずくでか。お、安く見られたもんだ。いや、なんでやり合うねん。人んち騒がして悪いなよ。あんたらは手出さねえでくれ。おう、悪いな。そっちが動きゃ清流会に着出す理由ができちまう。ニーハ押しといてくれ。さすがよ。てめえどこまで舐める気だ。やってやろう。俺、うわぁ、こいつがボス戦か、このショーの。うわ、高部絶対強いやん。まあやるか。おお、いきなりかい。オッケー。あ、でも高部19レベやな。
そんなに強くない。いやてか上半身脱ぎの春日かっこええな。よしまずは雑魚敵から行こうぜ。お前や乱心斬り、おいしょ、はい236。まさすがに一発じゃしなへんか。で、青い打ちちょっと阻まれそうやから、こいつをメロメロにさしとこう。はいはい、よいしょ。あーメロメロならんか。お前攻撃早いの。オッケー。で、あんたはエンドレスラブや。全体回復プラス毎ターン回復ね。あ、全体毎ターン回復ね。これめちゃめちゃ強いから。危ない、お前棒が。おお、お前チャミスルの武器やろそれ。オッケー、じゃあこれでぐるぐるいったろぜ。砕きゴマ、はい、四角連打来い。オッケー、お前ら離れるな。くっそ、誰も巻き添えになれへんかった。てか攻撃力強いな。おい、あくそ、ジャストガード、危ない。サッちゃん避けるね。おお、春日も避けるね。スタミナ X、 なんで一回下がった。部下を思いやる優しいやつ。これベイアン先殺さなあかんかな。嫌やなそれ。ちょっと待てよ、ちょっとハッスルスマイル可愛いから見せてあげたい。一番の攻撃力上げます。はい、元気出して。元気出るわそんな当たり前に。オッケー、じゃあ傷だらけの方向や。ここ3人にダメージ与えたろ。よいしょ、強いね。で、あだ、あ、ちょっと待って、ボーガンか。今や、オッケー。で、乱心斬りで、こいつ死ぬんちゃう？もうないよ。おいこ、よいしょ、252。ついよ、攻撃力上がってるから。おい、ジャスガード。オッケー。じゃあ、砕きゴマや、これや。こいつ殺しながら、周りも巻き込んでいこう。後ろのやつ殺したいな。オッケー。よっしゃ、一人死亡。で、お前の攻撃か。あ、おいおい、あ、弱いな。おいしょ、ジャストガード。えいよい、ちょ、あれ高部あんま強ないな。ほな、お前殺しとくわ。はい、お疲れさん。はい、あと3人。スマッシュステップや。多分ベイアンはメロメロならんと思うな。おいしょ、あ、メロメロならんか。さすがに怒ってんもんな、この状況で。オッケー、ほなおにぎりでこいつは終わりやろな。お前、おいしょ、あ、くそ、ミスった。あ、でも大丈夫やな。はいはい、あと2人やで。ほな、まあ普通の攻撃でやろう。で、追い打ち、あ、追い打ちできん。はい、ジャストガード。はい、ミス、お疲れ。はい、ナンバちゃんでとどめと。はい、ラスト1人。こうなったらもう勝ちやで、高部さん。力ずくで勝たしてもらうわ。はい、強い。はい、ランえ、あ、まあ絆技いっとくか、せっかくやしな、ボスやし。はい、強襲の極み、もう見慣れたもんや。他のやつらとの絆技も見たいな。仲間なんねやろな、多分。誰がなんねやろ。てかもう6章まで来てるけど楽しみやな。最大何人ぐらいなのかな。はい、とどめ、なんぼ食らう。おら245、強いね。はい、追い打ちドーン。はい、ジャストガード。はい、トワリングビート。いや強いな、さっちゃん。はい、追い打ち。はい、追撃。お前すごいさ、早いなほんま。ほな、乱心斬りで終わらしちゃってよ、一番さん。よいしょ。いや強なったね。7500円、金持っとらへんな。また強くなっちまったか。はい、レベルアップ。悪いな、ベイアン。てめえら、頭冷やしてこい。俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。
問題発生だ、カズガ。なや。え、次はリューマンか。おいおい、連戦すぎるやろ。店の主が来た。主？主？ボスか。うわ、窪塚洋介みたい。あいつがハンピンリューマンの総帥。総帥？あいつが長だ。あ、長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。あ、そういうことか。うわ、ガラシャツや。ほんま好きやな。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。軽な。ノリ軽。これに映ってんのお前らだね。うん。うちの倉庫でこいつを。うわ、指ガチャガチャしてる。お前は清流会の人間だな。ああ、そうだ。うわ、編集されてるよ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃない。マブチを嗅ぎ回ってんの？それはよ。こいつともやんのか。こんなこといいね。おい、よせ。おしゃれやな、でも。こいつ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。短気だから。さっきも一番が言った。物腰柔らかいけどな。マブチが俺らの店長を殺したから。だからマブチを追ってたんだよ。そうや、言うたらな、ナンバちゃん。この構想に火つけたのはマブチだ。やつ、俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは、全部マブチのせいって言いたいわけ？おう、当たり前や。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。うわ、盲目や。それが突然暴走しましたって言われてもね。笑い方。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいな。 IWGP の窪塚やな。暴走が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろう。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろう。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。してないな、お前。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。おう。ああ。連絡が取れないのは、マブチは抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。なあ。だとしたら、あいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。そういうことやで。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おい、マジで短気やん。おっさん、口の利き方に気をつけろ。うわ、やばいやつやこいつも。おい、おいおい、何すんだ、やめろ。うん、無駄打ちやろ。別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。言葉の抑揚すごいな。戦争をかけてきた情報人たちとそこの頭をまずは血まつるにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない？じゃない、旗よくみたいな。やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが二人、何十発も弾食らって死んでんだ。そうやぞ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このままマブチの思うつぼでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。クレーム。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。本格的なヤバ人やな。分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。なんや。分かった。マブチが偉人町で構想を仕組んでるとして、その理由は？理由か。なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？まあ確かに。そんなもん俺が知るかよ。
なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？マジやんな。直接あいつに聞いたとき否定はしなかったぜ。おう、その答えじゃ足んないよな。足んない？じゃあ話は終わりってことで。おい、奴の目を見りゃわかる。店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。正論。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい？マブチの狙いなんやろな。マジで何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。ここを収めたいんかな。一つに何度だって言うぜ。超全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。どうなんや長さん。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。おう、間違いないそれは。お、話分かってくれた。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。いや、証拠取ってくるやん。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。まあ確かにな。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。お、言うよくれんにゃ。それが発端なんだろう。お前らの話によれば。意外と話できんなこいつ。彼女が電話越しにラオマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。まあそっか、偽装できんもんな。となるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。どの連中？あの連中。この街でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。ほう。偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。わお、コミジュル。急に発展してきたね物語。うわ、終わった。え、6章短かったな。まあバトルめっちゃ長かったんけどな。オッケーオッケー。マジか、ついに総帥出てきちゃったね。ほんじゃコミジュルの総帥も出てくるんじゃん次で。うわ、楽しみやな。7章楽しんでいこう。